進化の石窯石窯とは、耐火性のレンガ、コンクリート、岩石、または粘土で作られた空間で調理するオーブンである。19世紀には、伝統的な焚木や石炭の窯が一般的であったが、近年の石窯には、天然ガス用が多く、電気用もある。近年の石窯ではパンおよびピザが主に調理されるが、以前は焼き料理全般に用いられていた。 伝統的な進化の石窯は欧米で、ローマン、ブラック用とも呼ばれ、少なくとも西洋文化の共和制ローマ時代まで遡る。ブラックオーブンは燃料の木材の煙で釜の天井にすすがつくことから呼ばれる。このような石窯は中世ヨーロッパで広く使われ、地域共用に作られることも多かった。アメリカでは、石窯は植民地時代に広まり、 現在も職人パンやピザ店、ピザや焼き料理を専門とするレストランで使われる。植民地時代のビハイボブニやフランスのフォーベナルを元に設計したクイベカブーンが派生した。大陸発見前のアメリカには粘土やアドベで作られた類似した釜があり、スペイン語で織るのと呼ばれる。真のナポリピザは進化の石窯で調理しなければならない。 レストランで使われる2000年代のガス式石釜石釜の機能は炎の熱放射を閉じ込めることにある。炎はオーブン内または釜に通気口がつながる過湿で燃焼する。煙は石釜の前面から直接外部へ、または石釜の扉の真上の煙突を通じて排出される。前面に出し入れ口がある。設計の石釜はタンドールのような上部が開くオーブンより多少。 熱効率が良く、最後までの燃焼を必要とすることなく、余熱と弱火で長時間焼くことができる。石窯は、通常耐火レンガや粘土のような耐火物で、または耐火セメントで直接型を取って作られる。パン焼き用の石窯は、焚き木が燃え尽きた後に数時間の熱を保持できるように、非常に熱く作られ、ピザや他の直火を用いる、調理用の石窯はより薄い構造にできる。 正式なローマ式石釜は一般に卵型に近く、焼き面の上がアーチ状の天井となる構造である。正面の口の高さは、釜の天井の高さのおよそ63プラスマイナス5%が理想で、高すぎると熱が逃げ、低すぎると釜が完全に燃焼しない。ホワイトオーブンは、より複雑で、煙を通すことなく外部の過失の炎からの熱風を、 釜に通すような構造である。フランスのグーラードとして知られる中間の設計は内部燃焼と外部燃焼の双方の特性を合わせ持つ。近年の設計の石窯はその祖先と類似性が全くなく、より普通のオーブンの外観の中にコンクリートの床だけがある設計もある。このような器具は基本的に商業用であるが家庭用製品も存在する。ロシア及び フィンランド政府は、深海洋の設計を最適化する研究をした。オーブンを作ることなく、石窯の効果を得ることが可能である。最も一般的な方法は、石器のピザストーンを使用する方法で、オーブンで事前に加熱することで、ピザの底面に直接熱を伝える。パンや肉は、クローシュ、シュレマートフ、等として知られるキャセロール用の、二たつき陶器製焼き皿の中で、 調理できる。最も高価なものは、陶磁器や石器のオーブンライナーであり、鍋一つ分の大きさに限定することなくクロー種の効果の多くを得ることができる。グリルでパンを焼いて、石窯での余熱の使用をシミュレートすることもできる。これは通常フラットブレッドやピザ向けであるが、石膏や陶磁器の焼き麺の有無にかかわらず、グリルを使用した食パン用のレシピもある。 ありがとうございます。